皆さんこんにちは。毎月1回、アトリエミストラルのリードオルガンを使ってリードオルガンを聞く会というのをやってるんですけども、6月、今日はですね、ちょっと外を見るとだいぶ晴れてしまったんですが、梅雨の時期ですので、まずは雨の曲を弾いてみたいと思います。雨じゃないですね、爽やかな曲、初夏にふさわしい曲からやってみたいと思います。最初はこの、この真ん中のオルガン、西川オルガンなんですけども、おそらく1930年前後ではないかと言われているオルガンです。今年で 90歳ぐらいですね。西川オルガンというのは、製造番号書いてあるんですけど、実は特定しにくいオルガンでして、実際には何年に作られたかよくわからないんですけど、多分、1930年頃です。昭和になるかならないかの頃ですね。このオルガンで、グリーグ作曲のソルベーグの子守歌という曲をやってみます。皆さんがよく知っているソルベーグの歌というのがありますけど、あれとは違います。ソルベーグの子守歌という曲が非常にこの、そろそろ暑くなりかけた時期にふさわしい爽やかな、曲なので、このオルガンの、ふにゃふにゃっとした音色なんですが、爽やかな音色でやってみたいと思います。グリーグっていうのは北欧の作曲家で、行ったことないんですけども、多分一年中涼しいというか、涼しいよりも冬はめちゃくちゃ寒いところかもしれませんね。一
一番な暑い夏の日、ようやく、30度いくのかいかないかぐらいな、ちょっと汗ばむぐらいの国ではないかと思います。そういう国の、ソルベーグの子守唄です。皆さんがよく知っているソルベーグの唄というのがあります。ゆっくりゆっくり音を伸ばして、それを、その響きを楽しむようなアレンジになっているんですけども、これをピアノで弾いてみましょう。このピアノはよく音が伸びますので、こういうゆっくりした曲を弾いても割とよく響くなと思います。ピアノはないですね。じゃあ次はショパンの雨だれを弾いてみたいと思います。ただ皆さんの知っている雨だれはそのまま弾けるわけではなくて、1ページに収まっています。簡単にしてしまっているんですけど、オルガン用になると雨だれこんなになっちゃうんだなっていう感じのを弾いてみます。最初はオルガンらしく動きのないじわっと押さえるような感じの、あ
レンジで、途中からやっと雨がポツポツ降り出すような感じでした。こんな感じで、オルガンの時代にはオルガン向きに、編曲された楽譜というのがたくさん出されていまして、どれもこれもあまり頑張らなくていいようなアレンジになっています。じゃあ今日はもう一つこっちに出したんですけども、こちらは1905年、これはヤマハのオルガンなので、製造年が分かっています。1905年ですから明治に確か38年だったと思います。日露戦争が終わった翌年ですね。オルガンが懐かしいなっていう人はいっぱいいるんですけども、1905年のことを思い出して、あ、懐かしいな、あの頃俺はまだみたいな思う人はまずいないでしょうね。それくらい昔のオルガンです。それを直して、弾けるようにしたものなんですけども、よく見るとここに、いろんな模様が入ったっていうのも書いてあるんですけども、静岡県浜松町とか書いてあって、中には、ね、大清帝国、清のことですね。清がどうのこうのと書いてあるので、おそらくこれは、流出して中国とかに、進出するときに外国でも売ることを考えたのではないかと思います。でこの、ヤマハのオルガンで、今日はですね、城ヶ島の雨を私が適当にアレンジしちゃったやつを弾いてみたいと思います。また第2部も続きますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。